はい、ということで今回はこちらジェットパックディフューリティッドということで、ジェットパックのね最新作っていうことになるんでしょう。リリースが2007年で、2人まで一緒に遊べるらしいですということで、はい、これもまた移動する予感なんですけれども、そうだね。で、従来のジェットパックとそんな変わらないのかな。まあとりあえずやってみましょう。じゃあ移動です。はい、ということでジェットパックリフリーティッド、これもどうやら日本語化されてるらしいですね。新生ジェットパック2007年またオリジナル1983をプレイ。1983は別にプレイしなくてももう一回やったからな。なるほど、これが新しくなった。基本的に操作は同じなのかな。おーっと、いきなりなんかヤバそうなものを使ってしまったが、あーでもやりやすいな。おーっとやられた。操作性はねだいぶ格段に良くなってますね。で、おそらくこの感じだと6個、燃料は6個必要だな。そうだね、6個で発射できそう。おっと、一撃で死んじゃうあたりがすごい懐かしい感じがしますけど、よし、 OK。 これはなんだ。なるほどね、手に入れたアイテムでその攻撃のパターンまで変わってくると。よし、 OK。 あと2つだね。おっと、何に当たった。ちょっと気づかなかった。この上にも撃てるやつがすごい便利だな。よし、あと1個、あと1個だが俺の残機ももうほぼゼロ。ちょっとロボちゃん手に入れていこう。ロボちゃん脱出するぞ。 OK。 で、なるほど、燃料が切れたからまたここに似たような場所に着陸すると、そういった感じでしょうか。じゃあ燃料をねもうあと集めていけばいいだけだね。まあそれがね、それが簡単じゃないんですけどね。おっと危ない。さて、おっと危ない。そのさ、異空間ワープみたいなのやめてくれよ対処できないからさ。よし、 OK。 でこいつを手に入れて、まあね、初代をやっただけありますよ。だいぶこなれてきましたね。あっ、はい、ということでこれぐらいなんですけども、じゃあちょっと次のがどこまでできるかわかんないですけど、じゃあ次行きましょう。はい、ということで次はこれ、ビバピニャータトラブルインパラダイス。まあ前回やったやつの続編ってやつですよね。リリースが2008年で、こちらは4人でね、プレイできるらしいです。どんな感じかな？見てみましょう。おそらくこれもまた移動しないといけないパターンでしょうね。さあ、じゃあやっていきたいと思います。前作とあんまり変わらないと思うんですけどね。
さあ、ということで、ビバピニャータ2ガーデンの大ピンチと。なるほどね。まあトラブルインパラダイスをガーデンの大ピンチと訳したらしいです。じゃあやっていこう。はい、作りますよ。で、どこら辺から始まるんだこれ。ガーデンで遊ぶ、また作り直しかな。全て同じな気がするけど結構 UI も同じだな。はいはいはい。特別なカードを読み取ることができる云々ってのはあるんですけど、あ、これローディング画面か。Just love fireworks. Oh, get away. This is my moment. What are you waiting for? Get inside and finish the job. Now that we're inside Pinata Central, we can use simple hacking techniques to steal the Pinata files. Soon, I will know the location and weaknesses of every Pinata on the island. Then I can capture every one of those papery critters until I am the Pinata King of the World! Hurry up, you incompetent code monkey! I have Pinata to capture! Delete all files. Press any key to confirm. What just happened? You did what? No! Pinata Central is out of action until the records are restored. And in the meantime, I'll make sure those papery pinheads never reach the Carinata. Victory is mine! お、また出てきたな、リーフォス。でも今回は喋らないのか。こんにちは、私はリーフォス。ガーデニングを始める前にアドバイスをあげるね。丸は見つけられる。これは君が次にどこに行って何をすればいいか教えてくれるんだ。いろんな場所に現れるからよく注意してね。あー、でもまあ前回よりかは綺麗だ。リットカード、ん？立花トード。あ、なんだこれ。ビスポッティ。あ、かわいいのが来たよ、また。ちっちゃくてかわいいピニャータが、君のガーデンのお花の匂いに引きつけられてやってきたよ。こっから喋り出すのね。はいはい。なんか前作をやってるのが、前提みたいな喋り口調だな。カメラ、ビレッジ。なんだ、ビレッジって。これか、マップ上に出てくるのかと思ったら、この二重丸はこっちに出てくるのか。こっちにも出てくるのか。はいはいはい。ウォーミングアップをしたいわけね。注文、ビスポッティ一匹。キャンディーメーター、ピニャータセントラルがパーティーに送り出すのはキャンディーがぎっしり詰まったピニャータだけ。キャノナータでパーティーへの旅に出発できるように好物を食べさせてキャンディーメーターをアップさせよう。名前、はいはいはい。あーはははは。名前とかつけることによってもなんか、つまりビスポッティ？ビスポッティっていう、ピニャータを、こいつだっけ？こいつを出発できるようにすると。この子かわいいな。カエルちゃん。やあやあ。
で、ガーデンにポピーが3本あるっていうのが幸せの条件かな。じゃあポピーを育てないといけないので、おお、もう突然いろいろアイテムもらえてるな。さあ、でカーソル合わせて、あ、ワールムだ。やってきたね、ワールムが。今回も相変わらず可愛い。ワールムをうまく引きつけたね。土をしっかり耕したからだよ。いや、もともと耕されてましたけどね。もともと耕されてましたけどね。そっと叩くは X だっけ。お？なんだ。これはなんだ。これがポピーの種ってやつか。ああ、そうっぽいね。ビスポッティが遊びに来たよ。君のガーデンには綺麗なポピーが咲いてるからね。ほうほう。ピニャータにカーソルを合わせて Y ボタンを押すと住人にするための条件を確認できるよ。ポピーが確か3つだったので、ああ、白ペントも来た。なんか今回早いな。来るスピードが速くないか。まあそれはそれでいいんだけどさ。ちゃんと草を育てたから白ペントが現れたんだね。その調子だよ。いや、もう基本的になんかもうすでにやられてるけどね。これは？これは別にもう関係ないのか。あげる。あげる。で、じょうろか。じょうろで、あ、なるほど。これに水をやるのね。ちょびっと水やりでいいの？はい。育つまで待ってみようって。じゃあここは早送りかな。なるほど、これでキャンディーポイント満タン。キャンディーメーターをいっぱいにする必要があるよ。はいはい。何か食べさせるのもいいけど、一番簡単な方法はピニャータに名前をつけること。ピニャータにカーソルを合わせて、はいはい、プレイヤーガイドをよく見てね。プレイヤーガイドっていう名前なのね。おお。あ、ここは喋んないのね。で、ビスポッティはどこ行った。おお、色が変わってる。綺麗な色になってますね。で、ビスポッティを名前を決めてあげることによって、まあ名前は変えないですけど、これでどうだ。ちゃんと変えないとダメか。ちゃんと変えないとダメか。しょうがないな。じゃあ変えてやるよ。はい。ということで名前決まりました。スピリット・オブ・マザー・ウィル。で、ピニャータボックス出発できる？これにカーソルを合わせるらしいですね。はい。詰める。詰めるピニャータを選ぶのか。じゃあ君、出発してくれ。詰めたぞ。おお。おめでとう。一つ目のチャレンジをクリアしたよ。ビスポッティをガーデンに引きつけてキャンディーでいっぱいにしてパーティーに送り出したからだね。
簡単だった？じゃあもうちょっと難しいのに挑戦してみよう。っていうね、もうちょっと難しいのは今回はやりません。基本的になんかあれだね、前作と変わらないけれども、もともとこの結構ガーデンが育ってるってのと、まあなんかちょっとピニャータをパーティーに送り出す、まあもともとねパーティーのくす玉がピニャータなので、まあそれができるまでの過程っていう感じのゲームなんでしょうかね。まあそれはいいわ。なんか確実にあそこが悪いやつの砦ですけどあーで時間も経ってね、夜になると。はい、じゃあね、次回やるゲームがレアリプレイ最後になってしまうんですけれども、お、なんかいるな。見てるこっちを。はい。なんですけれども、うん。ぜひね、皆さん最後のゲームを見ていってください。ということで、今回ここら辺で終わりにしておきたいと思います。それじゃ、またな。